夢ラジオ第1922回、今日は令和元年10月9日水曜日です。時刻は午後4時回りました。横浜港北、太陽が丹沢の上に輝いている、そんな時間ですよ。水曜日、今日はすごく晴れた。お昼は青空、秋晴れでしたね。私は緑道を走りに行きました。秋になってからお仕事忙しくて走りに行けなかったんですけど、時間ができて、これから毎週水曜日は走りに行こう。本当は週に 2,3 回は走りに行きたいんですよね。途中でへばって歩きましたけれど、すごい青空で、だんだん緑道の緑が赤や黄色に変わる頃ですね。今も東の方、ランドマークタワーくっきり、その向こうのベイブリッジもすんごい白いですよ。あと、あの大黒の火力発電所トゥイニー2つありますね。リスナーの皆さん、どこでどう過ごしでしょうか。もうじき山梨の女子オンラインで英語習いに来ますが、それ以前の時間使っての夢ラジオです。1922回、今回は大杉栄の小論、性の拡充取り上げます。性の拡充、生きることが広がっていくんだと、その生きることが広がってゆかねばならないけれど、本当の性の拡充とは何か、こんな小論。大杉栄についてはこの夢ラジオでたびたび取り上げ、日本の近現代史な感づく日本の思想史においても非常に重要な役割を果たした人として位置づけています。私にとってもフランス語学習の先輩として、まあ大杉さんすごい人だったなと、ちょっと見習うのはね、あのちょっとだけど、まあこの人はすごかった。語学のやっぱり師ですよね、私にとっての。ですから幕末の高野長英、大正の大杉栄、そして昭和の井上重義、これは海軍軍人ですけど、まあこれらの方々、つまり語学を通して広い地平を得、そしてそれだけでなく時の、あの流れに対し、時のね、その当時の時代に対して、その広い地平からの提言、それを行った、これこそ真の語学者ですよ。私にとっての3人の師、先生、高野長英、大杉栄、そして井上重義、まあ、そのお一人ですよね。その大杉が、小論として性の拡充、これまで数千年間の人類の歴史は征服の事実であった。つまりみんな性の拡充はしたいと。そしてその性の拡充というのが結局征服という形をとって、征服者と非征服者の、関係を生んだ。
まあ、主人と奴隷ですよ。で、この征服と被征服者の関係が成立はするんですけど、やがてその不満たらたらの被征服者および中産階級という言い方を大杉はしてますね。中産階級、比較的健全な、比較的健全なこの中産階級とこの被征服者の階級が結びついて、でその征服者を倒すと、まあ、それは革命という形を取るかもしれないし、あるいは絶望的な何かしら反乱という形を取るかもしれない。で征服者が入れ替わるんだけど、新しくやってきた征服者もまた結局はまあ腐敗し、そして次の革命が起き、ってこういうことを延々とやってきたのがこの人類史だと大杉は言い切っちゃう。これ正しいですね。さすが大杉さん。でね、その大杉の生きたその時代で、そのこの征服者による征服がもう極みに達してると、資本主義がもう極みに達してると。確かに大正期というのは資本主義がまだ社会主義的な縛りがない頃なのだったのでね。つまり例えば戦後の民主主義社会っていうのは一定程度社会主義の要素を取り入れてるんですよ。セーフティーネット、あるいは生活保護、あるいは国民保険、このようなものは社会主義思想の結果出てきたもので、だから資本主義に社会主義の歯止めがかかってはいるんです。だから社会主義はね、全部否定することはできませんよ。やっぱりいい面あるんだから。そしてこのいい面は、その今の資本主義社会の中でも資本主義の暴走を食い止める役割を果たしてる。で、その資本主義の暴走とはズバリ格差の拡大でしょ。資本持つ者だけに富が集中していくっていう、そして貧乏人は本当にど貧乏のままになっていく。で、この戦前の頃は、つまり大杉の頃は、この社会主義によるストッパーがなかったので、資本主義が極みに達していた。いや、それもその通りですよ。ものすごい格差大きい。だからこそ20年代、そして30年代の不景気ですよね。特に30年代は日本の不景気はひどかった。よく犬飼内閣および斉藤内閣、わかりますか、この辺。31年終わりから32年、33年にかけて、犬飼内閣から、まあ、515事件を経て、斉藤内閣にかけての高橋増殖ね、これ共産ですよ。高橋増殖の手腕によって日本の経済は立ち直ったって言うけど、もう東北の状況は悲惨で、だからこそ226も起きたんですよ。格差がものすごかった。財閥が狙われたのはそういうことなんですよ。なんで三井の団がね、打たれるんですか、決明団員に。で、この大杉に戻ると、その資本主義が極みに達してると、社会主義のストップパワーもまだないという、そういう時にもうね、今までのようなまた何かの革命だか反乱だかが起きて転覆して、新しい人が上に立つけどまた腐敗してはやめて、真の性の拡充を、大杉さん、真の性の拡充を、それは芸術的なものでなくてはならない。で、その会長っていうの、きっちりとした調べ、会長に美はない、もう美は乱調にある、反逆、これがキーワードですね。反逆こそ
真の性の拡充をもたらすものなのだ。それを日々の生活の中で実行していくこと、反逆を日々の生活の中で実行していくこと、これが僕、つまり大杉にとっての芸術であり、だから大杉さんは徹底的に実行者、日々の中で反逆を実行していくこと、そしてそれこそが僕にとっての芸術であり、日々放越なのだ。エクスタシー、エンスーシアスム、こんな単語も使ってますね、大杉さんは。つまり日々反逆をやろう、個人レベルでね。しかもアナーキストなんですよ。そしてその日々個人レベルでの反逆こそが、まあ従来の革命、そういうものとは一線を画す新しい生き方であり、自分で自分の主催者になる、いい言葉ですね、自分で自分の主催者になる。アナーキズムはインディビジュアリズムですよ。私がいつも自分はリバタリアンですよと言っておりますが、このリバタリアニズムというのもこのアナーキズムから出てきたもので、何も何やってもいいとか、ただ反逆すればいいとか、そういうものではなくて、自分で自分を律しようと、何かに寄りかかるのをやめようと、寄りかかったらろくなことはない、社会でも団体でも民族でも文化でも、ましてや会社や学校や役所やという、そんなものに寄りかかったらもうむちゃくちゃですよ。リバタリアンはいつも一人で立つ、リバタリアンはいつも一人で立つ。そのリバタリアニズムの根源突き詰めればアナーキズムですよね。だから結局さっきは互角の死というふうに大杉栄をお話ししましたが、私にとってはリバタリアニズムの先生でもあるわけです、大杉さんはね。自分で自分の主催者になること、日々反逆していくこと、しかもこの反逆というのは何もですね、毎日毎日何かこうデモ行進するとかそんなんじゃなくて、いつも自分を征服しようとしてくる何者かが現れますから、それに対して脳を突きつける、いつも自分を征服してこようとする何者かが現れますから、この人生ではそれを個人のレベルで脳を突きつける、この小論の中でも語っていますが、大杉さんは非常に狭い意味でね、この最も狭い意味で、つまり個人の意味でこの性の拡充、生きることの拡充という言葉を使っているんです。日本のアナーキズム、これは大杉に始まり大杉に終わった。もし震災の時に殺されなかったら、大杉さんもっと活躍できたでしょう。まだ40いってるかいってないかの頃だったんだから、これからだったんだから。その意味では結局日本にアナーキズム根付かず、リバタリアニズム未だ根付かず、結局大杉栄はっていうと、おかしな無政府主義者、目ん玉魚郎の変なおじさんで女次々に変えたっていう、なんかそんなイメージになっちゃってますね。その誤った大杉イメージを修正していくこと、実は大杉の哲学思想からは我々は未だ学ぶこと多い。美は乱調にあり、性の拡充は反逆にあり、自らの主催者たること。夢ラジオ1922回、今回は大杉栄、性の拡充取り上げました。オンラインの準備しないといけませんね。太陽が眩しいですね今。
西から照ってますから、幸福の街が今陰ってけれど、前の森は緑が風もなく、その夕日受け、なんか神様降りてくるような、そんな風景ですね。このまま夕日沈まないでほしい。ギューテ、ファウストの中で、フェアバイレド、ドゥビストゾーシューン、時間よ止まれ、お前はそんなにも美しい、なんかあんな言葉が思い浮かびますね。